で傘持つの嫌やから傘持ち歩きたくないから当たり前に濡れてきました。ご飯食べます。ファルコンです。レイコちゃんいます。今更ですよ今更ですよ。レイコちゃんいます。そうアグを濡らしたという。そうリボンがね、新たに変わりました。こっちになりましたリボンが。これから多分、まあ、だからこのリボンそんな悪くはないと思うんやけどね。はい覚えてください。このデカリボンが私です。うま。うまうまうま。うま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 。マンゴーだろ。違う。マンゴー。うんうん。違う。マングース違う。マングース違う。違うてんマングース違うてんね。うん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 とね、そぼろ弁当食べてます。マジ弁当いっちゃう。やめてどう考えてもこっちやろ。2種類あってんな。うん2種類あって、うん、やっぱりレイちゃんと同じ本を選んでました、うん。牛タンと牛タンちゃうわ。雨でも傘さそぼろとプルコギ。雨でも傘さがない。そう雨でもね、あの多少の雨、うん、いけるやろって時やったら絶対ささない。もうね持ち歩きたくないねほんまに。わかる。で、うん、めっちゃ嫌じゃない。うん、だから今日ももう息から降ってたけど嫌だって持ってかないって言って。まあ、ね、オーストラリアの人も。カササさんって待って何情報なんでなんでオーストラリアの人、うん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 、なんで知ってんの。すげえ友達おるヨーロッパの人やんってやっぱここ言ってんねんけどそうなん見らんかったはるか、うん、ねカササしたくないですね。めんどくさいから絶対忘れるし持って帰るの。うん。なんや。私も今度じゃ小雨で避けてみようかな。うん。うん。うん。避け？うまいこれ。マングース。うん。全然。まだ届かへんの生誕って何してんのや。怒ってます9月26誕生日や言うてたの。えまだなの、うん、まだ遅くない。ネットの人届いてないんで。うんそんなかかんねや、うん、なんでだろう。そう早くも昼夜なのでねじりハーフツイン。いやできるかなんかね違う体力が心配です、ね、なんかめちゃめちゃ初めてやりましたってメイクさんに言われた。なんかインスタで見つけてアイドルさんのなんかはるか髪飾りがねツイン用にしちゃったんですよ。自分で選んだんやけどこの間何が最高の悪って跳躍と思ったのツイン用やからなんかこんな遅いんや。それに合う髪の毛したいなと思って。まあ、でもおろし系にしたいからフィルはなんかないかなと思って今日は探したらいるし、なんかアイドルさんがこれをしてるのをメンバーもいるし今日公演してるのはやってみました。なんかねじりねじねじりじゃないわくるりんぱっていうんですかこれやって耳かけみたいな。11月上旬えめっちゃ上旬も終わりじゃねシンプルか中旬じゃね今うんうん中旬ハーフアップも見えない、うん、せえへんかも。今んとこ M ではハーフアップしないつもり。 あの高めはしない。メンバーの考案そうやねん。なんか選抜は言われてるとかってしてたらごめん、ね、そうなんか知らんけどしてくださいみたいな。今んとこはないかな。低めのあの最近よくやってたハーフアップはどっかでしたいなと思ってるんですけど。確かにクリッパでちょっと寒いけど見たらしい。君はいつ来てくれるの？
M できないとっていう使命感に駆られて今はるかの部屋の机の上にみたらし T シャツ置いてる。早く来てもらっていいですか。絶対に着ようと思って置いてるよ。やはりはるちゃんの代名詞の高めを見たいわ。ごめんそれはもう無理。ネルリハーフセンス。私は見納めて。可愛い髪たやろ。可愛い衣装の時はだいたいハーフツインとか可愛い髪型するから。さすがにもう。それ覚え。私情報。強すぎるんですよあれ。可愛い衣装の時はだいたい可愛い髪型してます。N の時はいいけどちょっと M には合わない。私情報。強すぎる。ぬいぐるみ？マジ？そんなでかいぬいぐるみおんの？いつかします。いつかしたい。今日ではない。今日はもうあの昼も夜も決めてるんで。ポニーテなーしたいねんけど、ヘッドセットがユニットがヘッドセットやからちょっとね難しい。はるかなかな、はるかだけなんかポニーテールしたらヘッドセット落ちてくるんですよね。なんやの、後頭部のこの下の部分ないんかな、なさすぎるんかな、なんかねダメなんですよ。とね、やるのが怖くて。よし、もう喋れるよ。あ、でもあと一口だけ食べていい？ありがとう。猫ちゃん部屋、絶対無理やな、それは。もうあの、ユニットの髪飾り見たら無理よ、あれは。あ、おとま、おそばとサマングース。あら、あなた作ってくれたの、今日のご飯。あなたが作ってくれたのね。ありがとう、美味しかった。トリソボル大好き。難しいんだ。お、27M 公演詳細出た？そう、27M です。ぜひ聞いてください。途中で離脱は避けたい。いや避けたい。もうだってあと数回しか出れへんって考えたらもうね1秒でも長くステージに立っときたいですよね、さすがに。ちょっとこれ以上ね食べると公演に影響してあのマーライオンになるので、やめて。だから半分しか食べてないんでしょ。やめてレイちゃん。ねえ、もう頼むよレイちゃん。ねえレイちゃん頼むよ。大阪は寒いです。ねえ寒いです。宇宙になる。肘、いやー私もすぐあざできるから。あったかい、ごまんなかい。ねえ人のフードを下で暖を取ってます。うん、そうやね、生誕、そうやね、真似できひんねん。かわいいやりとり、うん、いつもこんなんばっかり、ずっとこんなんしてます。揺れてる。そんなんするからもう今めっちゃ摩擦で静電気溜まってんの。私静電気女やからもう知らんで、どうなっても死んでも知らんで。あったかいやろ。でももともとあったかいですけど、死んでも知らんで。あったかいやろねえ言うてるけど、あったかいやろ、あったかくなったやろ。あ、そういえば未練がないの。そういえば何そういえば髪染めようと思うんです。いいね、明るくしたいと思ってます。いいね、以上伝えたいことは。エゴちゃんのそうレイちゃんパワーね。それだけです。そうなんです。できないの。私一列目やから。なんでなの？逆になんで？私はハルちゃんパワーを受け取るために M に来たのに。そうやで。ハルカこそやで。うん、レイちゃんにハルちゃんパワーを受け取ってやってもらうために M 来たのに。そうやで。何をしてるの？ほんまにあなたは何をされてる方なの？心の中の和田アキ子さん出てくる。何が？何？そう今日もそう、東京虫ぐらいの時にしたいね。もちろん受け取ります。はるかはもちろん。だいぶでもねこれ黒に一回染めたやんか。そっからね一回もまだ染めてなくて、でもこんなに色落ちしてるっていう。舞台裏にだいぶ明るめなんやけど。ね、そう東京虫らへんの髪色が恋しくなっちゃって、とある楽曲で。なのでどの楽曲でハルちゃんパワー出して受け取ってるか楽しみにしててください、ね、受け取りはしてくれてるからな、うん、そう自己紹介でできんけど、ね、そうやね、自己紹介は受け取れへんけどとある曲で受け取れるんで私。そうそうそう、
見どころ見どころそこが一番の見どころ一番やったん気合いポイント一番やったんか私の気合いポイントなるほどね明るいの楽しみえそうなんか結構女の子が明るいの好きって言ってくれるポニーやから嬉しいめっちゃもともと釣ってるのに嬉しい何を言ってんの出たほんまに垂れ目女ほんまにほんま羨ましいわ垂れ目垂れ目よくないよ垂れ目ほんまに羨ましいもうねわかりますこのあかんよこのここがいいのわからんわからんこうなってるとこもうこっち向いてないや自分の配信ここがいいね放置してる羨ましいわ私はこうなってるんですよでもはるかはこうなってるそれが羨ましくてわからんすぎピンポイントすぎるって書いてるそれがほんまにいやいやいや羨ましい絶対ちょっとこうちょっとつってるぐらいの方がいいうんねあ逆にやだ猫目いいやん猫目嫌ですけどいいやんかポニー頭思ったらもうほんまに持ってかれるんよね解説員の方なんか回ったらもうなんか頭飛んでくんちゃうかなみたいな飛んでいきません垂れ目やばいもう垂れ目って言われた垂れ目って呼ばれて垂れ目なの嫌なのポニテでねちょうど良くなるから垂れ目勢はポニテしたらもうギョインギョインやもんそうみんなもうねあの釣り目嫌な人はこうめっちゃこうやって押さえて頭皮押さえてそうそうポニーテールくくってもらうときにするんやけどはるかちょっとしかせえへんちょっと釣ってほしいぐらいやからちょっとしかしないですほら頭飛んでいってるの何回か見たことある気がするって言うてるやん垂れ張るやってもう全部レイちゃんファンの方は全部何ま春にするから垂れ張る一面の2人そうそうまあでも2人では一面と言えないんで、うん、これはもうレイちゃん春ちゃん違うってレイ春や言うてね最近このやり取りばっかしてる違う言うてねこの2人だけだったらもうあのレイちゃん春ちゃんの中なんで違うってレイ春や言うてんの違う言うてレイちゃんはるちゃんの仲なんで違う言うてねそうだからもう一面はやっぱねもう心身がいないと一面にはならないんですよ残念ながらそうだからもう心身を M に召喚させなければいけないじゃあ君がナンバラに来たらいいねはにゃ君がね言ってるでしょそしたら6期生6期生全員揃うねナンバラって何分かってる6期生全員揃うのちょっとはるかにはナンバラっていうのが分からへんわちょっと分かるでしょちょっと分からへんわお高いんかなはるちゃんお高いお宅のトイプードルみたいどういうこと確かに、ほら犬ちょっと待ってくださいよ私 M 公演はね犬封印しないとダメなんです犬 NG なんですちょっと M 公演だけでは超め M これは腹 M 違うこれ今 M これでしょこれなのそれはもっと前の M でも確かになんかちょっとさ、うん、お高めのさ、うん、お家のプードルとかって、うん、なんか耳こんなつけてるよだからそれやそれ言うてんねんいやめっちゃおもろい、うん色もねちょっと最近茶髪になり始めてプードル感ありますからねプーハルやってプーハルはなんかもうプーですかそれまたちゃう人かなって言われてるやんおもろちょっと今日は犬封印犬 NG なんで犬派やけどいや猫も好きですよ猫も大好き私は圧倒的猫派ですほんまに猫触りたいね今めっちゃ猫好きめっちゃ猫好きにゃめちゃくちゃ猫好きにゃ猫は肉球プニプニそう肉球触りたいめちゃくちゃ猫好きでもなもうアナコンダさて順位発表します切り替え早いよ、はい
一緒に。じゃあ私もランキング読みますね。ちょっと待って、いいですか。はい、このゆちゃんはゆきちゃんかな、はい、はい、13位やぶちゃん、ありがとうございます。12位やすのりさん、ありがとうございます。11位からさん、ありがとうございます。11位さん、ありがとうございます。10位やすさん、ありがとうございます。9位やすさん、ありがとうございます。8位野原しんのすけゆうじろさん、ありがとうございます。8位がゆしらっしゅ鍋の人さん、ありがとうございます。7位バロックさん、ありがとうございます。4位ひでさん、ありがとうございます。3位何どういう気が5がありがとうございます。2広沢さん、5位が二郎さん、そして1位が丸さん、4位が高さん、ありがとうございます。3位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。それでは2位が柳さん、ありがとうございます。そして1位同節さん、同節さん、ありがとうございました。見てくださいどっちも見てください。ました、撮りました。劇場ね、来てくださる方はぜひ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 大きなはるちゃんコール、そしてオレンジペンライト2本ということでお願いします。ありがとうございました。ではでは頑張る、またね、バイバーイ。